はい、森氏ゆかりの地、秋東雲寺さんに来ています。ここは春方港のですね、首塚があることで有名ですし、他森の関係者の方のお墓があります。そうですね、駅から2、3分というところでしょうか。敷地がかなり大きいです。今大きい道路挟んでますけど、周りの公園とか平らなところが全部もともとはお寺の土地だったみたいですよね。整備されて、説明板も非常に分かりやすくて、どういうお寺なのかということもちゃんとしっかり説明されています。東雲寺ですね。もともとは大内氏が、こちらにも影響があったということで、重臣の末氏ですね、の菩提寺である方がこちらの開祖ということで、聖春方としてもですね、こちらに葬られるとは思ってなかったでしょうけど、もともとは近くに桜王城ってあるんですけど、そことの関係がですね非常に深いと、こちらをお城と呼んでもいいぐらいすごい敷地と場所なんですけども、お城はちょっと今あまり城郭っていう城郭はないんですけども、一応跡地があるんでそちらも後で行ってみたいと思いますね。もともとは管理機に連なる守護大名の細川家ですね、三関家の新劇校が守護を務めていた関係で、結構大事にされていたと。あと歴代もですね、森氏が特にですね、その家臣であった桂元澄、それと四男の元清子、それとその後の方たちもですね、非常にここのお寺を保護して大事にしたということで、十分家財がかなり残っているということですね。そして、毛利元清ご夫妻のお墓と、敵将であった末春方の首塚、それとその末春方を欺いた桂元澄、そして、武将というよりも、上司ではあったんですけども、藤原興藤、この方はですね、こちらの方に出てますけども、お墓もねあるんですが、神主さんでもありお城の主でもあったと。大内氏に攻められて1541年に、この地で亡くなっているということで、お墓もここにあるということですよね。結構写真でこのように書いてあるのはね、なかなかないんで非常に分かりやすいなと思いますね。敵味方関係なく今はですね、こちらで静かに休まれていると思います。ちょっと一つ一つ見ていきたいと思うんで、動画で撮れるところは撮りたいと思います。はい、秋東雲寺さんでした。